ホライズン密着取材。先週は貴重な幹部ミーティングをお届けした。今週はホライズンの丁寧な人材育成が見て取れる全体ミーティング、そしてチームミーティングをお届けする、うん、じゃあミーティング始めます。はい、おはようございます。おはようございます。今日からね、先週からか、ハヤトと今日から新しく、入るスタッフがいるわけなんだけど、先に入店してるスタッフはね、先輩らしく、親切に、ね、教えてあげてください。はい、はい。自分でね、入店してやられて嫌だったことは、人にはもちろんやっちゃいけないし、聞く方もね、教えてもらう方も、素直に誰の言うことでも、ちゃんと聞けば、一歩二歩、すぐ成長できると思うんで、しっかりみんなで営業していきましょう。はい、はい。お店のカラーね、僕が作る色でもないし、代表が作る色でもないし、ここにいる全員で作るホライゾンだから、みんなの各自のいい部分とか、悪い部分をお互い分かち合ってさ、いい店作っていきましょう。はい、どんどん新しい子やっぱ受け入れる体制で僕らもいろいろやっぱ動かないといけないし、まして、ね、みんなにも伝えていかないといけないし、もう毎日がすげえ俺今楽しいので、日々楽しんでいきましょう。はい、はい、あれまあいいです。はい、いいですか。うん、これミーティングをカット入れてもう一回言うの違うでしょ。ここで入ったばかりのキャスト2名が自己紹介をすることになった。どうやら2人とも個性的な職業を経験しているようだ。はじめまして、ハヤトと申します。僕は、ホストの前は、陸上自衛隊で働いていました。気合だけはやっぱり1位になりたいなと、妖精さんに売り上げで勝てなくても気合で勝てるように、やっていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。はじめまして、ルカです。ホスト1年ぐらいやってて、その前はイタリアンとパティシエやってて、イタリアに留学したくて、それのお金貯めるためにホスト始めたんで、絶対ナンバーワンは常にやってるんで、本気で頑張るんでお願いします。ありがとうございます。ここで全体ミーティングが終了。この後は2つのチームに分かれてのチームミーティング。より深い話がしやすく、コミュニケーションが取りやすい環境で、キャストそれぞれが仕事の質を高め合う。そのナイフは、何かあれば。踏み上げ順調に伸びていくと思います。8人ぐらいで邪魔するのがいいって言われてたもんね。そうですね、なんかでも女の子自体が黒髪好きって子が多いんで、多いねんな。多いんですよ、だから確かに分かるなって思ってます。マッシュでもスライスだよね。もう黒髪短髪、黒髪短髪、今日も着れれば着ようかなって。深くいけないわけです。ミーティングの後、妖精と夏希に話を聞いてみた。佐藤、お疲れ様です。お疲れ様です。ミーティングは結構いつもあんな感じで。そうですね、わりかし自分は言葉数は少ないんですけど、やっぱみんなの意見をこうまとめるというか、そういうやっぱ引き出してあげるのが自分の仕事かなと思いました。はい、大体週1ぐらいでやられてるんですか。そうですね、週1で、休み明けには、月3回ですかね、やってます。はい、でもういつも予選者とは毎回ミーティングにも必ず出てる。はい、参加してますね。で、今日はじゃあこのまま営業ですよね。そうです、このままお店に出勤です。はい、はい、じゃあ結構いつもミーティングの日は長い、ね、長いです。お店に一回帰って食事取ることもあるんですけど、基本は長いですね。はい、じゃあ今日はまた営業中も取らせていただくんで、はい、よろしくお願いします。夏木代表、お疲れ様です。あ、お疲れです。ミーティングはいつも夏木代表が仕切ってるような感じですね。そうですね、はい、自分が仕切らせてもらってます。はい、やっぱロマンスさんにいた時はやっぱ今とは違いますか。そうですね、ロマンスいた時はもうすごい、人数が多かったんで、はいはい、こっちは少ないのはいいのか悪いのか分かんないですけど、はい、従業員とも深いところまで話ができる分、
まあ、いいミーティングできてるかなって思いますけど、はい、深いところって、はい、どんな部分ですか？まあ、あのこれで放送できないようなところもあるんで、ですよね、はい、そういうところまで話せるあのこともあるんで、まあ、多分、はい、何でも相談してもらえたら、はい、夏希代表モテ塾みたいな、そうですね、そんぐらいやってますね、はい、それは入店すれば、はい、入店すれば、はい、ぜひあの、はい、カメラの伝授する、言えないことは話しますので、はい、わかりました、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。営業開始40分前、店内清掃が始まり、店が慌ただしく動き始める。少ない人数ながら、それぞれがオープンに向け自分のやるべきことを行い、緊張感を高めていく。僕に任せてください、本当に。今日同伴ですか？今日同伴ですよ、本当に。撮影があるから頑張ったのではなく、ちょっと大きい声、バレバレ。飯行くの？で今日ね、あの撮影入ってるんで、まあ、とりあえず楽しむことだね。あの緊張していつものパフォーマンスできないようじゃ意味ないんで、あの気楽に、まあ、気楽って言っても楽しそうに、いつも以上に盛り上がっていきましょう。はい、はい、ホライズン密着取材、次週はいよいよ営業中の様子をカメラが捉える。体験入店や新人研修も行われる中、スタッフが少数であることでの問題が浮き彫りとなる。その時、妖精が下した決断とは。次週もお楽しみに。並んでるだろうし、ちょっと、わかりましょう。はい。